足立区の綾瀬警察署で先週署に押しかけてきた少年グループの一人に警察官が一時拳銃を抜き取られていたことが分かりました。少年らは10人ほどで警察署に押しかけ、あちらの正面玄関から侵入したということです。警視庁によりますと、今月3日の午後11時ごろ、足立区の綾瀬警察署に男子高校生ら10人ほどのグループが押しかけ、このうちの一人に当直勤務中だった警察官が拳銃を抜き取られました。拳銃は直後に警察官が取り返したということです。警察署に少年グループが押しかけ拳銃を奪うという前代未聞の事件。そのきっかけは、少年らは事件の5時間ほど前に警察署から1キロほどのこちらの公園で喧嘩騒ぎを起こしていました。その際、公園に駆けつけた警察官の対応に少年らが不満を持ち、警察署に押しかけたとみられるということです。警視庁は建造物侵入の疑いで足立区に住む鉄筋工の18歳の男を現行犯逮捕したほか、今日16歳から17歳のいずれも足立区に住む男子高校生3人を逮捕しました。いや、普通の人間では考えられませんよね。警察もすぐ取られてもおかしないよね。ちょっとまあ普通じゃないなっていう気はしますよね。まあ普段そんなにね、荒れてる子っていうのを見かけるわけじゃないですから、ちょっとまあびっくりですよね。警視庁は拳銃が抜き取られた状況などを詳しく調べています。